はい、えー。皆さんこんばんは。NHK から国民を守ると参議院議員の浜田聡です、えー。今回の動画では、この1週間に私の参議院議員会館事務所に届いたものを紹介していこうと思います。ということで、早速紹介をしていきます、えー。まずですね、本日、参議院、まあ、都衆議院でもそうなんですけど、議員運営委員会が行われました。えー、安倍晋三衆議院議員、 がですね、今国会で虚偽答弁をしていたということで、安倍議員の方から、それをね取り消したいという申し出があって、まあ、それに関連して議員運営委員会がまあ開かれるということであります。で、この議員運営委員会のですね内容については、動画については、ですねそれぞれ衆議院のページ、あと参議院のページでも、インターネット中継のページで見ることができると思いますので、気、ま、に、ああのね。 なる方はは見てみてみいかかがでしょうかということであの、まず最初に紹介するのはこの、この議員運営委員会のためのですね、えーまあらかじめの各会派の交渉記録を,を掲載したまあファックスになります。はいまあ、ちょっとね、この内容についてお見せすることはできないんですがあ,の、まあらかじめですね、国会においてはですね、まあ、各委員会など、 議、まあ、運は特にそうなんですけれど、ちょっと公表できないことなどですね、まあ、理事会で決まったことなど、まあ、ファックスで一応届くということになります。で、えー、次ですね、えー、次は参議院の刑務部の方からですね、えー、朝日健太郎参議院議員のまあ事務所の方でですね、まあ、秘書の方かどうか分かんないんですけれど、PCR でえー陽性の反応があったということで、 それを受けて、えーまあ、朝日健太郎事務所の、まあ、消毒を行うということになった、まあ。そういう報告が来ております。はい、えー。で、次にですね、こちらですね、参議院の調査室があ作った立法と 調査という冊子になりますこれはですね、まあ、毎月来てたかなと思いますけれど、まあ、参議院の調査室のです、ねまあ、方がですねそれぞれ、まあ、担当があると思うんですけどそれぞれの担当に応じて論文と言っていいのか、まあ、小レポートと言っていいのかですね、まあ、そういう、まあ、各テーマについていろいろな考察を加えた ものになりますで、まあ、今回の特集はですね一応デジタル化ということなんですけれどまあ,あのそれ以外にもいろいろと、まあ、あるかと思いますでまあ、それぞれのですねレポート論文についてはこれインターネット上で読むことができますのでまた 概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。ちょっとここではですね、そのタイトルだけ見て読み上げていこうと思います。えー、とですね、IT 政策の経緯という、まあ、タイトルのを、まあ、皮切りにですね、えー、次、個人情報保護とデータ利活用、地方自治体のデジタル化の実現に向けて、教育におけるデジタル化の推進、新型コロナ危機後の所得税改革に向けて、 特別支援教育にかかる主な論点、激甚化、頻発化する災害をめぐる現状と課題、予算執行調査の現状、北方領土をめぐる固有領土,領土論、使用済み太陽光パネルの大量廃棄問題、憲法改正国民投票と有料広告放送規制、参議院情報監視審査会の活動経過あということで、まああの まあ、こういうテーマで、えーまあ、調査室の方が調べたことについてですね、えーまあ、文献を、まあ、見ることができるということになります。はいえー、次ですね、えー、次はですね、国会図書館が作ったレファレンスという冊子になります。まあ、先ほど紹介した冊子と似たようにですね、今度は国会図書館の方があですね、調べたあー 調べた、調べてまとめたことをですね、まあ論文といいますか、レポートとしてまとめたのがこのレファレンスということになります。これもですね、インターネット上で読むことができます。リンクについては概要欄の方にね、はい、貼っておきますので、もしよかったら、まあ興味ある方はね、見てもらえればと思います。これもですね、ちょっとタイトルの方を 4に上げていこうと思いますけど、一応、小特集として、新型コロナウイルス感染症と医療というのが小特集にあります。で、この、まあ、こ,のこのですね、えー、国会図書館のレファレンスのいいところはです、ね、各論文について、用紙がついているんですね。だから、これはですね、あのまあ、手短に内容をざっとチェックしたいときには便利かなと思います。 というわけで、まあ、各ですね、えーまあ、論文、レポートの,あのテーマだけ読み上げていきますと、えー、小特集で新型コロナウイルス感染症と医療、で、新型コロナウイルス感染症と医療提供体制、えー、米国連邦政府による新型コロナウイルス感染症への対応、新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の規制緩和、 えー、米国におけるオピオイド系薬物の乱用問題、送、えー、配電網の費用負担と託送料金の仕組み、諸外国におけるインターネット売買者の責任ということで、えー、ございます。まあ、こちらもね、えー、概要欄にリンクの方を貼っておきます。インターネット上でまあ読むことができるということで。まあ,あの こと、まあ、今年もです、ね、通常国会から臨時国会、まあ、国会会期中に限らず、ですね、調査室の方であったり、国会図書館の方にはですね、まあ、大変、えー、お世話になりました、いろんな、ね、調査の方をお願いして。えーえーまああの 皆さんあの、本当に協力していただいて、私の議員としての活動をですね、本当に支えてくださいました。どうもね、ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。はい。で、次はですね、えー、行政関係の、まあ、ものをと取り上げていこうと思います。まず、日本銀行からですね、日銀単観概要というものが、 届いておりますで次にですね、えー、10月28日29日に開催された日本銀行の政策金融政策決定会合の議事用紙というものが届いておりますまあこれね10月なので少し前のものですね、えーまあ、この金融政策決定会合というのはですね年に8回、えー、行われているわけで、まあ、日銀の、ね、政策委員が 集まって、プラス、まあ、一応政府関係者も参加してですね、いろんな、ね、金融政策についていろいろと話し合うわけなんですけど、一応ね、金融政策、日本の金融政策のトップに当たるということで、まあ、ここでの、ね、政策というのは日本を左右していくような政策になっていくわけであります。まあ、そのね、えー 議事用紙が出ていると、まあ、これは日銀のウェブサイトでもですねまあ、公表しているものなのでございますということで、まあ、興味ある方は調べてみてはと思います。えー、次、引き続き日銀からですね届いております、えー。地域金融強化のための特別当座預金制度基本要領の制定についてということで、まあ、これはですね、まあつ 先日の臨時国会でもまあ話題となったわけなんですが、いわゆる地方,地方のです、ね、金融機関に対する補助金になります。まあ、補助金といってまあ差し支えないと思うんですけれど、まあ、どういう時に補助金を出すかというと、まあ、例えば統合をするなどした時にですね、えー、補助金を出す。まあ補助金 まあ,あの金を配るんじゃなくて、えー、東西預金の方に何か金利で優遇するみたいなと、まあ、そういうものなんですけど、まあ、補助金といった方がまあ分かりやすいかなとは思いますけれど、まあ、それについてのまあ、案内がまあ来ているということで、えー、あります。ということで、えー、動画の方がですね、だいたいそろそろ一応8分過ぎたので、まあまり長,す長くなりすぎると、まあ,あの まあ長くなりすぎてもですね、ちょっと冗長化するので、ひとまずですね、今週届いたものについての紹介はですね、ひとまず国会関係と行政関係について ま、ひとまず、この動画は終わろうと思います。引き続きですね、また、あの、民間であったり、あの、各団体からの要望みたいなものも紹介しておきますので、まあ、引き続きですね、まあ、見ていただける方はですね、また動画の方を見てもらえればと思います。というわけで、一旦終わります。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。